産業界の需要が高まるにつれ、次世代のテクノロジーを支えるためにより複雑化したチップの設計が必要とされています。そのためプロセスの純度を維持することがこれまで以上に重要になっています。流体のハンドリングは半導体チップの製造において必要不可欠な工程です。しかしチップ製造の複雑な要件に対応するためには、過酷な洗浄剤やエッチング剤などの化学薬品や高温への対応、コンタミネーションを最小限に抑えながら高純度の化学薬品を扱う必要性など、複数の課題に対応する必要があります。チップメーカー、装置メーカー、流体部品メーカーはますます複雑化する半導体チップの製造を最適化するためにあらゆる努力を重ねています。流体ハンドリングプロセスの保護は最終的にはチップ製造の収率の最適化につながります。 3M ではこれらの課題からお客様を守るために複数のソリューションをご用意しています。第2音ブランドのフッ素樹脂は純度を保ちながら最も過酷な条件に耐えられるように設計されています。 3M の半導体向けフッ素樹脂ソリューションには第2音ブランドの PFA、PTFE、TFM 編成 PTFE 製品があり、過酷な化学薬品や高温に対する耐性など半導体製造に重要なさまざまな特性を備えています。これらの製品ラインナップは化学薬品の供給システム、半製品、タンクやライナー、部品や部材などお客様の設備や製造工程でさまざまな用途に使用されています。 3M の第2音 PTFE と PFA はいずれも完全にフッ素化されたポリマーであり、優れた化学耐性を有します。これらの製品の大きな違いは加工性です。 PFA はより大量に生産される押し出し成形や射出成形によって製造される半導体部材に適しています。一方 PTFE はコストに優れ、圧縮及び焼結によって製造される少量のカスタム部品に適しています。 3M の高純度フッ素樹脂は信頼性が高く安定した性能を提供し、コンタミネーションから保護し、チップの製造を最適化するのに貢献します。 3M 製品のエキスパートおよびアプリケーションエンジニアはお客様とのコラボレーションやセミ企画や委員会への関与など業界の継続的な取り組みを通じて進化し続ける半導体製造業界に積極的に貢献しています。 3M は世界レベルの半導体製造装置向け高純度製品を製造するため、製品および一貫した品質に継続的に投資しています。潜在的なコンタミネーションやシステム障害、ダウンタイムから保護し、装置全体のパフォーマンスを向上させるとともに、チップの収率を最大化させることができます。